はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、ヤフー知恵袋に質問されていた、件に勝手に回答していくというね、毎回恒例の回なんですけれども、今日の質問はですね、難関資格合格者の方へと、記述式だらけで大変、数年経ったら忘れるものですかっていう話なんですけど、要はなんていう、どういうことかっていうと、難関資格って記述式試験とかっていうのも含まれてくるんですけど、こういった試験、結局一生懸命勉強しても合格したら皆さん忘れちゃうんじゃないんですかっていう、そういう質問ですね。で、アンサーは資格なんて答案用紙に書くまで覚えたもん勝ちのゲームですというようなね、アンサーで、ちょっとアンサーなのかどうかってね、よくわからないんですけど、私なりのちょっと回答を言いますと、資格試験で、学んだ知識っていうのは、その全部覚えっていうのは、覚えておくことはさすがにどの資格でもないと思うんです。で、まあ、私司法書士なので、司法書士に限って話すと、大事なことっていうのは、革新的なこと、クリティカルなことっていうのは忘れることはないと思います、合格者レベルだったら。ただ試験で出てくるけど実務で使わないようなことってやっぱ結構ありますよね。そういうことは忘れてはしまうんですけど、完璧に忘れるかっていうと忘れなくて、その時にまた何年か経った時に本とかをこう見ればですね、読めるっていう能力がそのまま残っていくっていうのが回答なのかなと思います。例えが適切か分かんないんですけど、なんかまあピアニストの方がですね、全ての曲をサラで弾けるかっていうと多分違うと思っていて、でも楽譜を渡されればですね、それを読んで弾くことができると思うんですけど、それに近いのかなっていう感じですね。だから専門書とかも文献とかも、こう渡されればそれを読める読解力がある、そういう形です。なので、その要は何もしてないサラの状態で、これどうですかあれどうですかって言われて、すぐには出ないけど文献読めばね、答えを導き出せる能力っていうのは結局は残ってくるので、忘れてるか忘れてないかというと、まあ忘れますけど思い出すのも容易ですよっていうようなね、形ですかね。だからまあ別に無意味なんてこともないし、なんかそれだけのなんか、そう忘れちゃうんだったら別に努力する必要ないじゃんとかっていう結論にもね、まあ、多分ならない、さすがにならないと思いますけど、まあ、なんでこういう質問をしているのか、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあ、多分興味本位で聞いてるとしたら、この回答が適切なのかなと思います。あとこの試験なんて、資格なんて答案用紙に書くまで覚えたもん勝ちのゲームっていうのも、ちょっと回答としては意味が分からなくて、暗記科目だったらね、もうバンって本当に知識だけ持っていけるだけの知識だけを持ってって、最後のね、最終日の前日とかに記憶してそれをバンってね出すだけですけど、基本的にそれだけでね通る試験ではほとんどないので、難関資格は。だからまあ日頃から訓練ですよね、とにかく思い出せる訓練をして積んでやっていくってことなので、それは別に何年経ってもね、10年経っても20年経ってもその訓練した結果っていうのは残ってくると思いますので、まあ難関資格興味があればぜひ、ね、勉強してみてくださいという話です。はい、ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。